昨夜、福岡市の JR 博多駅で線路内に人が立ち入ったことから、山陽新幹線の一部区間がおよそ1時間半にわたり運転見合わせとなりました。JR 西日本によりますと、昨夜10時ごろ、博多駅の構内で山陽新幹線の線路内に人が立ち入りました。立ち入った人の捜索と安全確認のため、山陽新幹線は運転見合わせとなり、最長で山口県の新岩国と博多までの区間が運転見合わせとなりました。最終的に人は見つからなかったものの、線路内の安全は確認できたとして、およそ1時間半後の昨夜11時半ごろ、運転が再開されました。1時間ぐらい待ってるんですけど、いやまさか月曜日に遅れるとは思ってなかったんで、ちょっとテンパってますね。JR 西日本によりますと、19本の新幹線に最大で115分の遅れが発生し、およそ2600人に影響が出たということです。